ワールドアルマナックブックオブファクツはアメリカ合衆国で発行されている年間であり、その年の世界の変化や出来事、スポーツの偉業を掲載している。1868年に創刊され、1876年から1885年までの中断を挟んで毎年刊行されている。ワールドアルマナックの最初の版は、1868年に、 ニューヨークワールド紙によって発行された。署名のワールドはこの新聞の略称ワールドに由来する。1868年版は全120ページだった。南北戦争が終わり、エイブラハム・リンカーン大統領が暗殺されてからわずか3年後という時期でリコンストラクションの過程やアンドリュー・ジョンソン大統領の弾劾などの出来事に触れていた。 1876年に一旦観光が中止されたが、1883年にワールド紙を購入して芝叩く間に、全米で最も影響力のある新聞社の一つに成長させたジョーゼフ・ピュージッツァーが、1886年に普遍的な知識の対応としてワールドアルマナックを復刊させた。それ以来、この本は毎年発行されている。 1890年から1934年まではワールド誌の本社であるニューヨークワールドビルが表紙を飾っていた。1987年版のワールドアルマナック1894年に署名をワールドアルマナックエンサイクロペディアに変更した。この時点でこの本の乗用者は50万人以上いたとされる。1906年。 ニューヨークタイムズがミがこの本の第20版の発行を報じる中でこの年間は40年前のホイッティカー年間に次ぐカッコたる地位を確立したと述べた。1923年に現在のワールドアルマナックブック・オブ・ファクツに解題された。カルビン・クーリッチの父親は息子が大統領に就任した時にワールドアルマナックを読んだ。それ以来、 ジョン・ F ・ケネディ大統領やビル・クリントン大統領もワールド・アルマナックを資料として使用していることが写真からわかる。1931年、ワールド紙はスクリプス社に買収され、ニューヨーク・ワールド・テレグラムになった。1966年にワールド・テレグラム氏が廃刊になった後もワールド・アルマナックは存続した。ワールド・アルマナックは第二次世界大戦中に 世界中に展開するの GI に読まれていたと自負している。1944年から1946年の間、アメリカ政府の要請により、10万部から15万部のワールドアルマナック特別版が発行され、軍で配布された。1984年末に発行された1985年版は176万部以上の売り上げを記録し、 1984年12月下旬のニューヨークタイムズが見ぬベストセラーリストでペーパーバックのアドバイスハウス雑学のカテゴリーで1位を獲得した。1995年から2014年まで子供向けのワールドアルマナック4キッズが毎年発行されていた。1993年スクリップス社はワールドアルマナックを K3 に売却した。1999年 ワールドアルマナックは、リップルウッドホールディングスの WRC メディアに売却された。リップルウッドが、リーダーズダイジェスト誌を買収した後は、この雑誌を発行する、リーダーズダイジェストアソシエーションが所有する、ワールドアルマナックエデュケーショングループがこの本を制作した。2009年、ワールドアルマナックは、インフォベース出版に売却された。2018年、 ワールドアルマナック150周年記念版が発行された。2020年、ワールドアルマナックはスカイホース出版に売却された。1980年代半ば、ワールドアルマナックは10人のスタッフによって編集されていた。当時、この本の20%は毎年ほとんど更新されず、50%は毎年わずかに更新され、30%が 毎年全く新しい内容になっていた。ワールドアルマナックに掲載されている一覧には以下のものがある。1985年に発売されたテレビゲーム Where in the World is Carmen Sandiego の初版は購入時にワールドアルマナックが付いてきた。ハリウッド映画にはしばしばワールドアルマナックが登場する。深夜の告白ではフレッド・マクマレーとエドワード・ジー・ロビンソンがこの本に ついて話している。イブのすべてでは、ベティ・デービスがこの本の署名を叫んでいる。昼下がりのジョージでは、オードリー・ヘップバーンとゲイリー・クーパーがこの本について語り合っている。34丁目の奇跡では、サンタクロースが実在するかという裁判の中で、この本が登場する。ハードプレイでは、ロージー・ペレスがこの本を読み続けている。アイアム・レジェンドでは、 時計を正確に合わせるために、ウィル・スミスがこの本で日没の正確な時刻を確認している。ありがとうございます。